前回の失態を踏まえ、新しくキコリモッドを導入してきました。なんで最初から導入しなかったんですかね。これでもうあんなことが起こることはないでしょう。ブランチマイニング始めました。あれ洞窟探索は銃持ってるのに安全に鉱石を手に入れるにはこれが一番かなって。銃持ってる奴が石橋を叩くな。もちろんブランチマイニングで遭遇した洞窟は探索してますよ。なんなら明らかに異質なものを見つけて、アメジストジオードを見つけたりしました。アメジストはスコープの材料になるので入手しておきたかったんですよね。アメジストってこのひび割れたやつで増殖できなかったっけ？初心者か？調べたら壊したところからまた自然発生するらしいです。栽培システムじゃなかったみたい。植物じゃないんだから。そんな感じで鉄を回収できたので新しいライフルを作ってみましょう。今回はこの M4 カービンを作ります。銃に詳しくなくても見たことあるフォルムだ。ワンクリックでホイ完成。よくわからんがかっこいいからよし。弾薬は 5.56×45mm 弾。弾薬は消耗品だから素材が優しくていいね。これを弾薬箱にしまっておきましょう。ちなみにこの弾薬箱は、木材と鉄インゴットで作成できる弾薬専用の拡張インベントリみたいなもの。圧迫しがちな弾薬を400発くらいまとめることができます。これならたくさん弾薬を持ち歩けるので組打ちも許されます。ちゃんと狙ってくださいね。さてこの M4 カービン、今まで使ってきた銃とは違い射撃タイプを変更することができます。ちょうど的が来たので試してみましょう。画面右下のここにマークがあるのですが、これを切り替えることで3点バースト、セミオート、フルオートに切り替えることができます。まずはセミオート、1回クリックするごとに弾が1発発射されます。3点バーストは1回クリックすると3発発射されます。フルオートはクリックしてる間はずっと発射されます。威力を求めるならフルオート、精密射撃を求めるならセミオート、その中間が3点バーストというイメージでしょうか。フルオートはリコイル、つまり発射時の反動の制御しないといけないから精密性に難あり、セミオートはリコイル制御ほぼしなくていいけど連射できないから攻撃力に難あり、使用するタイミングで使い分けられるってことだな。まあ上手にスイッチできる気はしませんが、あって困る機能ではありません。さらにこのカービンの特徴として、カスタマイズが豊富なところ。って、ドレビンが言ってた。誰だよ。そいつの魅力はカスタマイズパーツが豊富なことだ。様々なニーズに合わせてカスタマイズできる。ねえ、だから誰だよ。そういうことらしいので私もたくさんカスタマイズしてみましょう。まずはスコープ。これをセットすることで、狙いが定まり、弾がばらけなくなります。デフォルトだと見にくいけどこれなら視界良好。ズームもできるのでセミオートが選べるこの銃との相性は良さげ。さらにグリップも作成。反動が軽減されるらしいですが、私はあんまり体感できませんでした。あとは拡張マガジン。マズルも作成します。拡張マガジン作れよ。これも反動が軽減されるらしいですが、同じく大きく変わった感じはありませんでした。ストックもカスタマイズが可能。これも一応反動軽減らしいですが、恩恵を感じていません。ってことで発射比較してみる。まずはアタッチメントなし。アタッチメントあり。こう見ると違いは結構あるな。さすがに反動ゼロにはなってませんが、比べると結構変わりますね。あとは仕方ない。作るか。アタッチメントは使い回せるし、いつかは絶対作ることになるんだからな。倍くらいになった。やっぱりダイヤモンドが材料になるとアタッチメント側も本気出してきますね。無駄打ちを食らえ。強いなぁ。これでネザー探索も楽になるでしょう。待ってろよ、ウィザスケとか。ということでネザーに来ました。前回はちょっと触るだけでしたが、今回は要塞を探してみようと思います。ってことでまずはシード地を調べて、シードマップで確認すれば。はい、見っけ。がっつり外部ツール使っちゃうのね。しかし今回はそこまで遠くなく、ネザー要塞の足もがっつり見えてるので、ツールを使わなくてもワンチャンすぐに見つけてたかもしれません。どの方向にあるかわかるだけでもうダメよ。はい、あれがネザー要塞です。こんにちは。初っ端からウィザースケルトンのお出迎えですが、まあこっち銃持ってるしな。剣とかもう時代遅れよ。そんな感じで難なく攻略。ゾンビピグリンに誤射でもしない限り、足場がしっかりしている。ここはむしろ安全とも言える。そしてこの先からブレイズノート。おそらく痛い痛い。今防具ほとんど装備してないんだからダメージが痛い。逆になんで防具つけてないの。
チーラー、あーやっぱりブレイズいますね。ブレイズは遠距離攻撃をしてくる。ジャバラーなので相手したくありません。しかもスリップダメージ付き。攻撃する前に倒す。これしかない。おらら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 らひとまず一難去ったな。あと唯一つけてた防具も去ったな。川だからね、当然だね。あとゲロみたいな血も飛び散ってますね。汚ねえな。またスポーンしてきてしまいますが、単品ならそこまで焦る必要もなし。セット注文だと困りますけどね。あ、でも結構体力やばい。また必要になったら来るということで、ゾンビピグリンさんもご満悦。ピグリンさんの部隊にお前はお呼びでない。ネザーの平和は私が守ります。その後また見つけました。なんで意味ないのに松明設置してんの。オーナーに松明設置するの細胞に刻み込まれてるから。無意識かよ。みんなでコンコース。あの後も探索しましたが、面白いことも起きず、ネザー応答もなく、非常にしょうもない探索となりました。さすがにこれで終わるのは味気ないので、さっきのシードマップを確認しつつ、ピグリン要塞の攻略もしてみようと思います。近くにあるピグリン要塞に目印つけてきました。あそこに向かって移動していきます。あ、丸石なくなった。追加で取ってこよっと。それでは皆さんご一緒に。絶対やると思った。逃げるな現実から。まあまあまあ、まだ地面が溶岩じゃないだけマシだから、なんか銃って音聞こえたけど、銃が溶けてなければいいから。お、カービンもバレルショットガンも残ってる。よかった。おいウプヌシ、録画データ見て何が銃ってなったか教えろ。銃が銃ってなってないから他は大体問題ないけど、大事なものなくしてたら困るしな。そが、弾薬の動画結構枯渇気味なんだぞ。ブランチマイニング頑張りましょうね。まあまあまあ、ライフル残ってるから私の産地はなくなってはいませんよ。再準備が必要なのは弾薬だけで済んで、むしろ良かったです。ピグリン要塞への道、続けます。お、これは見たことないブロック。おそらくこれがピグリン要塞だな。どういう構造になってるかわからないけど、とりあえず斜め上に掘っていきます。お、開いた。これがピグリン要塞の内部なのか、そのまま外に出てきてしまったのか。あーでもなんかあそこにあるなー。チラーリー。うわ、ゾンビピグリンだ。まあでも1匹くらいなら。2匹目来た。うった余談そうなくなるから出撃すぎ。あー、拡張マガジン作っておいてよかったー。てかワンパンで体力半分以上持ってかれたんだけど、もしかして攻撃力高い。少なくとも全裸で来る場所ではなかったかもな。つまり2パンで格殺か。一旦帰ってもいい。ダメです。ここで死んだら面白いだろ。死にゲーは泳ぎじゃねえんだよ。もういないかな。このチェストの中は気になるよね。お、ちくわだー。ちくわではないですね。なるほど、古代の残骸はこういうところでも回収できるのか。ネザライトインゴットを材料にする銃もあるから、これもコツコツ集めていきたいところ。こっちは、なんだこれ、きらめくブラックストーン。古代の残骸の材料とかになるのかな。でもこれは、ゴミ箱だね。敵がいないかジャンプで確認。反応なし、進みます。うわ、ちゃんといるじゃん。あ、でも足場がなくてこっちに来れなかった。ちゃんと足場あるじゃねえか。ビビったー。またライフ半分減らしてる。なんか金の斧持ってるっぽいし、それで攻撃力が爆上がりしてるのかも。気をつけないといけませんね。でも今倒されると死ぬから撤収。やはりここは足場が悪かった。うわ、ピグリン。あ、ピグリンじゃないわ。あっぷねー、適正力が爆増するところだった。その後は大きなピンチもなくピグリンをサクッと根絶やしにしていきました。嘘だぞ、めちゃめちゃ慎重だぞ。ホグリンも鉛と比較すればただの豆腐。脅威度はフレミーと同程度です。一番怖いのはどこからか聞こえる鳴き声だもんな。なんなら金ブロックも見つけました。とってもラッキー。距離があれば怖いものはありません。一番距離が離れてる音源にガチビビってるけどな。ピグリンの数も減っているので奇襲される可能性も減り、少し安堵しています。新しいチェストを見つけました。お、これは確かコンパスの指す位置を指定できるブロック。
だったかな。マップモッドがあるので必要はないですね。デカバニラでこれを見つけてもビグリン要塞を攻略できる程度に開拓してるならそれはそれで必要ないのでは。あって困るものではないけども、なくてもそこまで困らなさそう。あとはめぼしいものはありませんでした。撤収です。ビグリンの強さの割には報酬がしょぼい気がするんだけど、こんなものネザライトインゴット一つくらい置いといてもいいのに。もしかしたらここの要塞がカスだっただけで他のところにはあるのかもな。また気が向いたら他のピグリン要塞を攻略してみましょうか。ビグリン要塞の収穫物をまとめてみた。古代の残骸は美味しいかな。ビグリン要塞潰しをしていった方が掘って探すより効率良いかもな。ということで今回はここまで。ネザーは足元に気をつければそんなにきつい場所ではなさそうですね。自分できつい場所作ったやつが言うか。自分でもいつか踏み外しそうだと思ってました。それではまた次回お会いしましょう。武器が強くても使用者がこれじゃねえ。